佐藤陽一郎は、日本の男性総合格闘家。秋田県大型村出身。刀馴染主催。元シュート太平洋ミドル級王者。シュートウェルター級世界ランキング4位少年期は、剣道、日本憲法を習い、2001年4月、秋田経済法科大学附属高校に入学し、ボクシング部に入部。高校2年で出場した全国高校選抜大会では、 準優勝を収める。日本大学へ進学のため上京後、グレーシーバッハ東京に入門した。2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2015年、2016年、2016年2017年、2019年、2020年海外武者修行の経験があり、26歳で単身渡米し、ニューヨークで3ヶ月間レスリングを学び、 30歳で、タイに1ヶ月滞在し無イ修行を行っていた。タイでのエピソードは、就寝中の深夜2時頃、突如、滞在先のジムの会長に、当日夜の試合出場を告げられ、2メートル近い、長身のアフリカ系外国人と対戦することとなる。75キログラム契約だったが、実質オープンウェイトのような状態で試合を行い、判定勝利した。入場曲もしかり、 試合用トランクスに朝日旗と発行の文字をあしらったり、主催するジムのシンボルマークに日本刀を描くなど、日本の象徴的なモチーフを取り入れている。毎年、田植え時期や稲刈りの時期には故郷へ戻り農業に従事するなど、伝統や文化を守り受け継ぐ意識が深い。ありがとうございます。